はい、どうも池です。今日はテイルズ・オブ・ベスペリアやっていきます。なんですが、前回の動画から今回までの間にレベル上げを結構していたんですけど、できれば50ぐらいまで上げようと思ったんですけど、全然テイルズっていうかベスペリアってレベル上がんないですね。なんで結局全然上がんなくて、これぐらいです。今45ぐらいで、ただスキルはいろいろたくさん覚えたので、まあ、その辺の融通は効くようになってるかなと思うんですけど、あんまりスキルの設定とかちゃんとしてないです。なんとなくで、ね、ほぼほったらかし状態です。で、なんですが、そのレベル上げの最中にいろいろスキットとかイベントがあったので、その辺をまず再生していきたいと思います。ではこちら。お金って知らないうちになくなってますね。そんなわけないでしょ。使うからなくなるの。少しずつ使ってると出費してる自覚はあまりないのにね。ちょっと使いすぎちゃいました。反省です。何言ってんの。どんどん使うの。なんで。お金は使えば使っただけその人のところに戻ってくるのよ。仲間を連れてね。本当ですか。面白いわ。お金にリタの名前が。そう、いつ自分のところにお金が戻ってきても分かるように名前を書いてるのよ。その時にはきっとお金は倍に増えてるの。さあどんどん使いましょう。素敵なおとぎ話ね。これでまたみんな一緒にいられるんだね。皆さん改めてよろしくお願いします。ええ、こちらこそなのじゃ。体にだけは気をつけてね。無理は禁物ですからね。ま、適当にやろうや。あ、どうかしたか。今ラピードが歓迎してくれましたよ。いや、ラピード向こう行っちまったけど。やっぱりバウル、もう元気になったんだな。吸収できるエアルも大量にあるから、それを使って傷を癒したみたいね。アレクセイのせいで面倒なことになってるのは変なところで役に立つもんだな。だからってアレクセイを許すわけにもいかねえ。アレクセイがどこに行こうともバウルがいればすぐに追いかけられる。確かにな。あれがそんなヤバいもんなら出し惜しみしてる場合でもねえだろ。フェローもフェローなりに悩んだ結果選んだ言葉なんじゃないかしら。わざわざ忠告してくれたんだから少しは気にかけてくれているんでしょう。フェローもちっとは丸くなったってことだ。ええ。なんかフレン見てるとさ、本当に騎士団の隊長って感じがするけど、レイブンが騎士団の隊長だった姿ってなんか想像できなくない？あのおっさんにうっさんくさいオーラが漂ってる以上無理。あら、レイブンとして振る舞うために騎士としての品を隠しているだけかもしれないわよ。あのおっさんにそんなものがあるとは到底思えないわ。シュバーン隊長は威厳ある素晴らしい人だった。その腕を認められ常に極秘任務についていたからね。騎士団の中で隊長の名を知らない者はいないし、任務に忠実で凛とした立ち居振る舞いに憧れる騎士も。え、そうなの。それに厳しい反面部下思いの優しい一面を持っているから、部下からの信頼はとても厚いんだ。そうね、部下の3人を見ていれば慕われているのがわかる。なんか聞けば聞くほどあのおっさんにはほど遠いわ。だからおっさんはシュバーンじゃないって言ってるでしょ。あんたいつからいたの。まったく人が聞いてないと思って好き勝手言ってくれるわ。でも時々会話にシュバーン隊長らしい言葉が含まれていますよ。シュバーン隊長としての品格を密かに持ち続けておられるんですね。そういうのは勘弁してよ。レイブンさん。ん？どうした若者。もう
触れてほしくないことかもしれませんが、同じ騎士として聞かせてほしいことがあるんです。どうしてシュバーンはアレクセイに従ってたのかって。シュバーン隊長ともあろう方がアレクセイの行為を悪と見抜けないか盲目だったとは思いません。買いかぶりすぎでしょ。シュバーンは何も考えない空っぽなやつだったのよ。手駒にされようが何だろうが与えられた任務をやるだけ。本当のシュバーンは10年前死んじまってたのさ。こんな状況になってもそれは変わらなかった。さすがにあんなでかいブラスティアが出てくるとは思っちゃいなかったけど、それでも最後までアレクセイに従ったかもね。まあ本当のところはもう分からんけど。あなたが今決着をつけようとしているのはレイヴンとして生きると決めたからですか。こんな俺のことに本気になってくれる奴らがいたもんね。死ぬに死ねなくなっちゃったんだけど、生きるんならシュバーンがやったことのけじめをつけないわけにはいかないでしょ。いい出会いがあなたを変えたんですね。そんな大げさなもんじゃないって。どうしたパティ。最近戦闘で出番がないと思ってな。うちはそんなに頼りないのかな。そんなことはないんじゃないか。どう、うちはいらない子なのじゃ。何言ってるんだパティ。お前は秘密兵器、最後の切り札なんだよ。最後の切り札。そうだ、最後の切り札だからな。ここぞという時まで止めて止めて、重要な局面で一気に爆発させるんだよ。だから普段は安売りはしないのさ。だからな、落ち込む必要はねえ。その分パワーを貯めとけ。わかったのじゃ。燃えてきたのじゃ。大変ねえ、あんたも。あんたが私たちと一緒にいると騎士団が追いついてきた時、また面倒なことになるんじゃないの。アレクセイとやり合う前にこっちで問題起こしてたんじゃシャレになんないわよ。あの騎士のお姉さんって一番の問題がどうするつもりなのかしら。彼女は僕を理想化しすぎている。世の中はいいものと悪いものを割り切れるべきだ。お前ならそういう世界を実現できると信じてんだろ。だけど現実はそう単純じゃない。早く気づいてほしい。彼女なら気づけるはずなんだ。きっと視野が狭くなってしまっているんじゃな。あ、そういう部分はリンゴ頭の方が分かってそうだな。ユーリ、その言い方は彼に失礼だよ。ウィチルはアスピオで将来を有望視されている優秀な魔導士なんだ。あいつがね。なんだ、知らなかったのか。別に興味なかったから。
言われてみれば他のやつよりは的を射たことを言ってたような気はするわね。協力要請の後もずっと僕や騎士団に力を貸してくれている。真面目で熱心な子だよ。フレンは部下思いのいい隊長さんじゃな。ヨーデルはフレンの心の内を分かっていたんですね。殿下自らに背中を押してもらったんじゃ頑張らないわけにいかないわね。ええ、必ずお役に立ちますよ。しかし俺たちと一緒にアレクセイを止めることを命じるなんて、あの天然殿下単なるお人よしかと思ってたが、見るとかちゃんと見てんだな。世の中善や理想だけで通用しないけど、あんな粋なことできるなんて皇帝として期待持てるの。あ、そうじゃなきゃ困るってもんだ。対局を見る目や人を使う能力、そして善意、両方を兼ね備えた人なんてそうはいないからね。大丈夫です、ヨーデルはきっと。ともかくヨーデルから連れてけって言ったんだ。武器使うから覚悟しとけよ。ああ、殿下のご厚意でいただいた機会を無駄にはしない。よし、行くぞ。ちゃんとレシピ見て作ってんのか。材料にないはずの具が入ってるぞ。少し前からレシピが見当たらなくないですか。そうそう、どこか行っちゃったみたいね。あれ、もしかしてレシピってこれ。リタが持ってたの。薄っぺらくて威力が出ないと思ってたら、どうりで武器として使ってたの。誰かが勝手に私の本と取り替えたんじゃないの。なくなってるのに気づかない方が悪い。まあ反論できねえな。レシピの数も全然少ないし、もう少し料理に興味を持つべきかもしれないまあ、レベル上げ等でいろんなところ回ってたんですけど、ソーサラーリングでここ壊せたので、ちょっとそこの壊した先の部分だったりとかだけ撮影していきます。感じで壊してるんですよね。
流した先がすぐ宝箱とかじゃないんだ。てっきりそうかなと思ってたけど。目の前の敵に集中を。進めるんだな。結構マジ先あるな。レッドバジル。めっちゃあるな先。突き当たったけど何もねえんかい。ここアミュレット状態情報量か。まあまあまあ、グレーずっと戦いっぱなしだが疲れとらんかな。これくらいどうってことないよ。気のせいか戦うほど生き生きしてない。誰かさんと誰かさんみたいに。誰だ誰かしら。隊長に昇進して前線に出る機会が減ったからね。剣を鈍らせないためのいい修行になってる。どんなに理由を取り繕ったところであんたも戦闘バカの仲間よね。戦闘バカは初めて言われたよ。フレンだけは常識人だと思ってたのに。うちらは常識人と思われてないんだね。心外ね。リタは今まで僕にどんなイメージを抱いていたんだろう。は？何言ってる。いや君の感覚なら有利の友人に対して常識人になって評価はしないと思ったから意外でね。 あんたやっぱ有利の同類だわ。お前ら二人とも俺に失礼だ。お宝箱60袋セボリー。ここまでか。じゃあ次のところに行きまーす。こう似たような部屋ばかりってのはつまらないわね。そうでもないよ。地図描いてるとね、結構面白い作りになってることがわかるんだよ。うん？あんた、地図なら何でもいいの？うん。すべての地図は男のロマンだよ。そんなロマン知らねえ。地図見せろ。道さえわかりゃいいから。うん。あー、ちょっと。まだ魔物のいる場所を書き込んでないよ。そろそろ先進まない。ああ進もうぜ。それとも道に迷ったか。まさか地図があるでしょ。地図だけあっても読めなきゃ意味がないからな。まあ書いた本人なら大丈夫だろうな、カロル先生。こっち
ちが北で、今の位置が…あれ、今の位置はここ、北は逆よ。お、ジュディすごいな。それ、聞き換え、何書いた本人がこれ。あれ、僕、こういう室内の地図とか苦手みたい。笑ってる場合じゃないだろう。ほら行くぞ。はい、じゃあ次のスポット行きます。ここは宝箱はスッとあるやつか。よかった、いろいろこの後またさっきみたいにいろんなとこ行かないといけないとかなくて。はい、じゃあ次のスポット向かいます。はい、じゃあ次のスポット着きました。まあ、あとこの2箇所だけかな。え、なんもねえ、なんもねえ、外れ。じゃあこの上も外れかな。うわ、なんか外れ感が。お、外れじゃなかった、あった、バーゼル、ポイズンチェック。ポイズンチェックって結構初期の頃に売ってたやつだね。はい、というわけで多分これで終わりかな。ここのダンジョンは多分終わりだと思います。はい、という感じでスキットやイベントたくさん結構ありました。あとは神殿のあの隠し扉というか、そこが壊せたのでそこも入りました。あれがザウデか、でかいな。なんか指輪みたいな形だね。あれ指にはめられるやつなら確かに世界を支配できるかもね。アレクセイの指には絶対はめさせないのじゃ。見つからずに済むかな。ちょっとあれ、あそこ、フェロ。お、フェロ。確かに指輪みたいだな。フェローが吹っ飛ばされたのか今。フェローが。フェローほどの力を持ったエンテレケイヤはほとんどいないの。それが手も足も出ないだ。どんだけヤバいのよあれ。エアルレベルで干渉して再構成したのよ。で、処理能力。あれが。アレクセイに求めた力なのか。低空で侵入しよう。フェローには悪いが、今ならアレクセイの目は上向いてる。フェロー、ありがとう。戦う前に聞きたいんだけど、あの騎士団長どれくらい強いのかしら。さっきの陛下の時代に御前試合で優勝して、それが元で騎士団に推挙されたって聞いてます。おさんも一度だけ手合わせしたけど3分持たなかったわよ。彼の場合、名前だけじゃない、騎士団の頂点に立つにふさわしい実力の持ち主だった。騎士団最強と考えた方がいいんかな。それにあっちは親衛隊がついてるしね。ネガティブなネタばっか。何、こっちには全員のモスがある、うん、それに僕たちは闇の中で力を合わせてきたんだ。ああ、親衛隊なんかより結束力あるぜ。きっと親衛隊は OK。 でもようやくこれで五分と五分。
アレクセイに対しては注意してもしすぎるってことはなさそうね。油断は間違いなく命取りになる。ええ、気を引き締めてかかるのが吉ね。では行きます。入ります。近くで見るといよいよでけえな。これ全部で一つのブラスティア、信じらんない。きっと世界のみんなを脅すためのオブローブラスティアなのじゃ。きっと想像を絶する力でしょうね。ねえあれ船だよ。騎士団でしょうか。いえ、そんなに早く来れると。あ、親衛隊か。親衛隊でしょ。ってことはだ。ああ、いるね。やっぱ入り口固められてるわ。船虫みたいにゾロゾロいるのじゃ。あれくらいならまとめて吹っ飛ばせそうよ。慌てんなって。そういう派手なのは俺たちの役目じゃねえ。他に入れそうなとこがないか探そうぜ。そういえばフェロー、エアロを吸収してたけど、あれも安定させるため。こんな時までご苦労さんね。多分違うわ。エアロを吸収してザウデの機能を止めようとしてたんじゃないかって思う。それでアレクセイのやろうとしてたことを妨害しようとしてたってこと。そうでしょ。あら、私何の話かしら。もういいわよ。でも中に入っちゃえばこっちのもんだよ。このまま一気に止めちゃえ。簡単に言うわね。仕掛けも親衛隊もてんこ盛りなのに。頼もしくていいんじゃないの。本当にそう思ってる。フェロー大丈夫かしら。まあ、心配だよねフェローは。お、間違った。宝箱。じゃあ行きましょうか。ちなみに前回まではここで見れるの今さら知りました。この辺からかな。はい、テートがエステルを使ったアレクセイに占拠され、でフレン率いる騎士団と一緒にというか、まあ攻め入りで騎士団が入り口を押さえてくれて入ることができたと。で無事にテートを押さえることができて、で下町の人もお城の中にいて無事でしたと。でエステルも無事に救出することができ、仲間に戻ってきました。そしていざこちらのザウデ風楽宮に挑むぞっていうところまで進めました。で間に、レベル上げとかを行っていて、ここに至ります。では行きましょう。別の入り口ってどっちにあるんだ。いろんなブラスティアを見てきたが、ここはまた格別だね。これがゲライオス文明の末期に作られたのであれば、技術の集大成なのかもしれないわ。ミョルゾで見たレリーフの建物がこのザウデなら、その可能性は高いよね。世界を破滅に導こうとした罪悪、星神と何か関係があるんでしょうか。本当にゲライオス文明の末期に作られたのか、星神を抑える力を持ってるのかもしれないわ。それでレリーフに残されてるってか。筋は通ってるが、フェローの言葉が引っかかるな。ザウデには触れるな。まあ考えたところで分かんないんだし、
進むしかないでしょ。え、ちなみにもうてっきりここはラストダンジョンかなと思ってたんですけど、まだそれ以上先があるっぽいですね。なんか噂によると噂によるとそこの先ぶっ壊し入ってくるのかな、もしかして。あ、やっぱりそうだ。風が流れてる。通風口だな。それなら僕の出番だね。ここから入るつもりかい。騎士様にはちょっとふさわしくないかもしれないだろうな。リータ、そんなに心配しないで。全然大丈夫ですから。別に心配なんかしてないし。どう見ても心配してるよ。じゃあな。なあ、もううるさい。ちょっと行けなさいよ。うるさいのはお前だ。開いた。なんかリータ可愛いな、ここまで来ると。お見事。じゃ、行ってみようか。なんかある、なんだこれ。ん？ソーサラリフィルじゃないんだね。おお、ぶっ壊れてる。反対にもなんかある。そして向こうにもなんかある。なんかいろいろややこしそうだな。通れないか、こっちは。宝箱めっちゃあるやん。ライフボトルはまだいらない。なんかいかにも罠みたいなくらいな感じだけど、大丈夫そうだな。スプラッシュワンピース、ここはライフボトル2万とかでかいな。1万5千、3万5千も手に入った。そして罠でもなんでもない。僕にも今宝箱あったよな。あ、いけない。結局やっぱ中央の部分なのか。これなんだろう。あ、ここにさっきノブ入れたのね、今。宝箱の中の。すげえ動き何この動き、やばっ空飛んでるみたいさすがにこの動きはないでしょ。しまった、素材買ってくるの忘れた。また平行移動。
泳いではいないでしょこれ絶対。これもしかして奇岩島？奇岩島モンスターかな。行ってみるか一か八か。ギガントじゃないわ。よかった。この割には動かねえんだ。得するわね。立ち止まり的にはギガントモンスターだったけどなこいつ。一丁上がり。調子いいじゃねえか。抜けれんかった。ホーリーボトル使うか。ホーリー。よし、抜けた。パイングミン、あ、ライフボトルもそうだ。沈んじゃったわ。まあ、いっか、ライフボトルの1本ぐらい。あんな早い段階で入ってこなくてもいいのにな。もっと遅く欲しかったな。あ、こっち行けないんだ。この動き気持ち悪いな。こっちから回っていかんといかんのか。さあアイテムは何が。レモングミ、なんでそんな消耗品なの。使うアイテムいないけど、まあまあまあ強いて言うなら、こっちはもうないな。ってことはやっぱこっち側か。もうホーリー切れた。これか。また水が引くのかな、これやると。前から気になってたんだが。何よ。親衛隊の連中。なんであんなにアレクセイに忠実なんだ。確かに、いい加減もう目を覚ましても良さそうなもんなのじゃ。騎士団の大部分が貴族の門弟で占められてるってのは知ってるでしょ。ああ、嫌というかな。で、騎士の中から優秀なのを集めて皇帝の警護をやらせる。これが本来の親衛。皇帝っていなくなってもう何年も経つじゃん。そうなんだ。その通り。で、騎士団長殿はその間にちゃっかり私兵化しちゃったってわけ。あの中堅ぶりはそれだけとは思えねえな。掲げた理想はそれなりにかっこよかったからね。我々が帝国を導くんだぞってね。みんな彼に引きつけられて本気で信じていた。今でも信じている。僕では彼らを責めることはできない。でもフレンみたいに
他の人だってみんながみんな自分で気づけたら世の中もうちっとマシになるんだろうけどね。一旦そこにソーサラーリングが当てるのは後回しにするか。やっちゃっていいか。あれなんだろう、水を下げるのかな。なんもない。せいな倒すわ。向こう側は？あった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 。レアプロテクター。ちょこっとだけ上がる。下のあそこ扉かな、真ん中の。なあ、危ねえ危ねえ。レアプレート。重調子があんま上がらんな。もうここまで来るとそんなに守備力上がんないのかな。が本ルートか。でも多分ここまだ開かないんだろうな、さすがにきっと。あ、開いた。エクセレント。研ぎ澄まされた勘と野生の嗅覚、実にエクセレント。イエガー、今度は何？アレクセイの居場所でも教えてくれるの？イエス、教えて差し上げます。ヘルウェイの生き方をね。結局敵かよこいつ。ここに来てどういう風の吹き回しよ。バーガット、もとよりミーとユーたちは敵同士。いつかはこうなるデスティン。まだ罠なんじゃ。てめえの言う通りだ。俺たちは敵同士。いいぜ、蹴りつけてやる。グッドアンサー。カモン。上等。まずは HP は23万。順調に上がっていってるね。ギルドとギルドちゃんとつながれば世界の人々はもっと幸せになれます。それこそファンタジーってもんですよ。そうだな、決着はつける。我がアタックの進歩に聞きなさい。そう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 そあうあう。今どんな、おお、あでもまだ6万しか削れてないけど、あんだけ連撃して6万か。
いいよ、終わりにする。今んとこ全然問題ないな、てか余裕だな。よし、半分ぐらいまでいった。強くはな、青なかなかやります。高くなる上、ミエのトゥルーパワー受けてみよう。進化、何あれ。まさかレイブンと同じ。おお、そんなこけ落としが騙した。あれはテルメ式。何よそんなブラ。でまた一からか。相方、こいつもこいつも。これをフックした人はディープなアビスへプリーズよ。嫌なことだ。さっさと負けてリバースなさい。いきなり日和。あ、でも半分まだ減ったの変わらないんだ。よかったよかった。ここで。あとは。デッドよ。地獄を見るのはそっちだぜ。ユーたちとのバトル、我が心のレジェンドとなるでしょう。4のターンだ。クロスでカーズよ。クロスでカーズよ。クロスでカーズよ。4のターンだ。そういう連打だ。ブレードロー。メスウィングよ。アウト。あと10万。4のターンだ。ワン、ツー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 。シークレットミッションなんだろうな。ここまで切れないとちょっとできんかもしれんから、ちょっと調べようかな。あ、あお。あお、あお、あお。受け。受け。7万切ったけど、ちょっと調べます。ダメだ、レイブンがいないとできない。レイブンの技をやらないといけないとかったですね。ただもう全然余裕で倒せそうだな。普通にイエガー自体は全然弱い。また終わりに。本当 ?3 万か。こっちも終わりにってして追い込むからね。OK。器用にやられた。やばい、全員彼が死んだ。消えないっす。
カイラル。フレア大丈夫です。フレア。あれ？あ、よかったよかった。あ、もう1しかない。オッケー。すごいな、今逆にあと1って。あ、バカばっかり。かわいそう。もう当然の結果ね。まあシークレットミッション取りたかったけどしょうがない。ナイスバイト。柄じゃねえんだけど、どんの空気。あ、そっか。油断しちゃダメ。まだなんか隠してるかもしれないわ。もう何もなりません。最後、最後です。だって手下二人がいないもんね。まあその胸、あなたもアレクセイに。さあ、どうでしょう。ネバーマインド。どうして、なぜ一人で戦ったんです。仲間も何の用意もなしに。なんだよ。待て、アレクセイはどこにいる。奴は何をしようとしている。あ、死んだ。なんで。リヴァイアさんの爪、哀れな末路じゃ。あ、手下。なんで手出さなかったんだろう。二人とも泣いてた。え、イエガーが望んでこうしたのか。何よ、なんだって言うのよ。ひどいひどい人だったけど、この人ももしかしたら。あなたがエステリーヌ様やシュヴァン隊長にしたことも僕は許せない。でもあなたの偽装が全て嘘だったとは思えない。せめて戦う前になぜこうなったのか僕は知りたい。難しそうな顔をしてピリピリムードになっとると魚が逃げてしまうぞ。魚。すまない。アレクセイと決着をつけるんだと思うとつい気を張ってしまってね。まあその気持ちはわかるのじゃ。うちもアレクセイにケリをつけたいから。みんな同じ気持ちなの。でもまだアレクセイは目の前にいないのじゃ。とりあえずおでんを食べて落ち着け。そうだね。フレも食うか。うちのおでんは特製じゃぞ。ありがたくいただくよ。何だったんだろうな。とりあえず戻っていってないところを進みましょう。こっち何があるんだろう。ああ、入り口か。なるほど。どの道も向こう行くしかないんだね。ここはやっぱ宝箱をパッと取っていっちゃってよかったんだね。ゲイ。イエガか。おっさんとおなじみの上にあって全然違う道を歩んだのじゃな。ああ、一方は騎士団に残り続け、一方はギルドのボスか。でも
どっちも結局は奴の言いなりになるしかなかった情けない男よ。俺の場合ドンのところにいたのももともとは奴の命令だったわけだし。あ、そうなんだ。そうなのか。もともとはスパイとしてユニオンに潜り込んだんだけどね、それがドンにバレちゃって。でもドンはなんか軽くスルーしてくれたのよ。へえ。いつでも俺の首をかけに来れるものなら来てみやがれってな感じかの。お、アディちゃんその通り。へえ。よくわかったね。それで男惚れしてユニオンにどっぷりハマり込んだんじゃな。そうそう、なんだかんだで二重生活よ。これさま待ったね。イエガーにもそういう出会いがあれば人生の終わりも変わってたかもしれないね。なんかでっけえのおる。これギガントモンスターだよな。抜けれるかな。抜けれないよな。やめた。さすがにこんな決戦前にギガントモンスターなんか戦ってられんわ。これが終わった後に改めて倒しに来よう。ハイフリードのマークとか聞いてたのマジ。それじゃあ、あら、何かしらすれば。これはマリスステル。これなんだ。それがマリスステル。なんでこんなところ。探していたっていう宝物です。なんじゃ。マジかよ。まさかこんなところでそんなもんが見つかる。こんなところでさらっと出てくるなんて。ずっと探してたのじゃ。ようやく見つけた。で、それからどうすんの？そいつを手がかりにじいさん探すんじゃなかったっけ？じゃな。でも今はまだその時ではないんじゃ。まあね。でもマリスステラってアイフリードが隠したんじゃ。今はお宝なんかに感動してる場合じゃねえって。うむ、さっさと腹黒アレクセイをボコボコにしに行くのじゃ。行くのじゃ。真横に兵士が。何この仕掛け、めんどくさい。海の底のこんな宮殿にどうして仕掛けなんて。往々にして侵入者対策ってとこだろ。シャイコ水石にも似たようなのがあったし、選ばれた証を持った者だけが入れるってやつね。手順を知る者だけが入れるってことです。そういうこと。まあちょい頭ひねりゃ解けるだろ。じゃあなんで今解けてないの。頭ひねるのはカロル先生の専門だろ。いつそんなの決まったの。たった今。ほら早く頑張れ。そんな何？生まれなかき赤き宝玉を台座に掲げる万物の力を宝珠に与えよう。さすれば一筋のきらめく光というのに固く通され。赤き宝玉を台座に掲げたあれじゃないのか。万物の力を宝珠に与え、ソーサラビームの力を与える。さすれば光となる。仕掛けって言ってもあそこにあったやつぐらいしかないしな。犬、なんかちょっとビクビクしてるっぽく見えるんだけど。大丈夫だよラピード。なんでそんなに嬉しそうなんだよ。別に
ラピードがビクビクなのが嬉しいんだな。別にって言ってるじゃないのよ。ちょっと水が苦手なだけなの。水が苦手なの。そうそう、だからこの海の底って環境がちょっと耐え難いだけって感じだろう。え、ちょっとだけ。また水いっぱいになるだけだよね。かといっていっぱいにしないと向こう行けないしな。部下もたくさんいるのに、どうしてイエガーは一人で来たんだろう。取り巻きの二人の女の姿はあったわよ。襲っては来なかったけれどね。なんだろうね、死んでしがらみを全部断ち切るつもりだったのかな。どういう意味です。さて、おっさんにもよくわからないわ。もうここまで来たら死の子の言ってらんないわな。アレクセイをぶっ倒す、それだけよ。これ以上世界を混乱させるわけにはいきません。僕たちが止めるしかないんだよね。ええ、そのためにここに来たのだから。今さら覚悟の決まってねえやつは一人もいないだろう。行くぞ。そういえばさ、さっき手に入れたお宝ってやつあったでしょ。あれ結局何だったの。マリスステラなのじゃ。あれがあれば大海賊としての名誉が手に入れられるみたいな。みたいな。そんなにすごいものなの。あんなちっちゃなものか。ただちっちゃいだけではないのじゃ。あれを使えば痒くなった頭もかけるのじゃ。いやいやいや、頭もよく磨けば鏡代わりにもなって、ほっぺについたご飯粒も取れるのじゃ。鏡代わりに。おまけにブンブン振り回せばとても危険な武器になるのじゃ。武器に。いや、そういうことじゃなくて。何回いつもパーティーのフェイスに巻き込まれちゃうよ。見たか、これぞ大海賊の証の力なのじゃ。そう、うん、なわけないでしょ。こいつ倒すしかないのかな、くらいしかもうないもんな、手段が。あ、違う、横に扉あった。ここは謎解きのスタート地点にも立ってなかったわ。それはわかんねえわ。いや、よかった、いろいろ早まる前に気づいて。これはなんだ。ん？こんだけ？こっち。え？なんだ？ハウリー。前に下でやれることはやっとこう。でこっちは何もない。しかもこれ謎解きっていうほど謎解きでも何でもなかったな。
こにもあるの。あーなるほど。なんとなく分かったぞ。多分意味はないと思うけど、下から順番にやっていこう。まずはこれ、やっぱこれには意味ない、ね、でこれやると水位が上がる。あ、もうここまで上がるんだ。これ動かさないといけないんだな。ホーリーホーリやるの。ん？これで何が変わった？でも多分今の流れからしてやっぱ動かせるんだ。はい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 。大事だ。ギスギー。多分これでいいはず。これで切り替えるとホーリー切れるんだ。まあいっか。OK、 通路完成。まあいや、やっぱホーリーでしょ。ホーリー。でもあそこで下げるから毎回2000円ぐらい。お、抜けれた。今のはどういうこと？あそこに宝箱あるよっていうことだよね。こっち側に持ってちゃダメなんだ。なるほど。わかった。理解した。また叩かないといけない。またあれもやり直しかよ。もうよし、これだ。トリートスペシフィック。
通れない。これをまずどっかに持ってかないといけないんだろうな。これとこれを、それ、あ、これもか。それがどこかがわからない。どこにもそれっぽいとこないぞ。分かったかもしれない。これ落とせるのかな。あ、落とせる。え、向こうに行けない。え、ここは渡れないのか。となるとまた話変わるな。でもこれは動かせる。これで、お、いけた。このイカも死ぬかなと思ったけど、ダメか。で、これで弾をゲットしたから、そこに掲げて戦いたくないからやっとこう。 OK。 よし、あー、まあいっか。よし、セット。オッケー、これで来れた。ああ、いたのか。
これどうやって取りゃいいんだろう。え、折り方がわからん。飛び降りるとかないの。あ、そっか、こっちじゃないわ、向こうだ。わかったわかったわかった。戻るのまでちゃんとギミックがあんのね。ややこしいわ。もうさっき落とせるの確認しといてよかった。あれのおかげでわかったわ。よし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 、こういうことね。いやーいや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 、捕まった。相手はオレンジは結構減ってるけど、まあ大丈夫でしょう。多分このオレンジ減ってるのイエガー戦で使っただけだよな、きっと。オッケも引く、パティも引く。よし、いける。お、作りの入り口と同じだな。ポリボトルで、うん、やっぱってことは宝箱があると。特務部空デスコントラクト、降りる階段はないよな、多分ないな。こっちもないな。 OK、
イベントだね。貴様ら、ここは倒産。親友隊？ではこの奥にアレクセイが。そういうこと。一気に突破する。よし。相手に不足はねえ。慎重に行きましょう。ビショップいた、ビショップ。ジエドロン、ビショップだらせえな。ビショップに寄ってくるあいつらが騙せな。分かってるわ。ビオスビショップは止めさせた。オッケー。こいつからだな。よし。邪魔しないでよね。使うか。親衛隊も必死ね。隊長、無事ですか？お、ソディア。ソディア、ウィチル。ザウでの攻撃は大丈夫だったのか？船は離れた位置に止めました。我々は先発隊です。後続は少数に分かれて上陸を進めています。用心してるんだね。賢明よ。下手に大勢で近づいて気づかれたらもう終わりって。ここからは我々の務めだ。お前たちは下がって。お前は下がれ。相変わらずだな。悪いがそりゃ聞けねえ。そんなことしたらうちらのここまでの道のりは全部パーなのじゃ。ここは協力した方がいいに決まってると思うんだけど。そうじゃ、アレクセイやっつけに来たのはみんな同じなのじゃ。彼女の言う通りだ。我々のすべきことはアレクセイの打倒だ。それと世界を救うことだろう。ああ、よしよし、それじゃ仲良く殴り込むとすっか。よし、おーし、かいくまる。さあ、こっからが本番のアレクセイだな。ちょっとシークレットミッションだけ見とこう。なるほど、わかった。スキルでリカバリングをつけないといけないっぽい。これか、何を外そう。この辺か。さてと、料理はアップでいくか。料理、あ、お腹いっぱい。マジか。しゃあない。来た。そろい踏みだな。はるばるこんな海の底へようこそ。そこまでです、アレクセ。これ以上罪を重ねないで。これはエステリゼ姫、ご機嫌うるわし。その分ではイエナーは役に立たなかったよ。やっぱ利用されてたんだ。死んだよ。最後くらいはと思った。とんだ見込み違いだ。
そうやって他人の運命をもてあそんで楽しいかしら。アレクセイ、かつてのあなたの理想は何があなたを変えたんです。お前まだそんなこと。何も変わってなどいない。やり方を変えただけ。腐敗し閉塞しきった帝国、いや世界を再生させるには絶対的な力が必要なの。剣のところになんか宝石がついてる。そのためにどれだけ犠牲を出すつもりです。今の帝国では手段を選んでいる限り、決して真の改革がその実現を見ることはない。お前なら分かるはずだ。ちょっと奴の言葉に飲まれてどうすんのよ。全部よまいごとなのじゃ。よまいごとって読むんだこれ。こいつの言うことは何もかも嘘っぱちじゃ。どうしてこんな笑顔を奪うようなやり方しかできなかったんです。あなたほどの人ならもっと他に方法が。理想のためにはあえて罪人の楽園を背負わねばならぬと。ならば私は喜んでそれを受けよう。私は世界の解放を約束する。エンテレ契約の AR から、ちっぽけな箱庭の帝国から、世界は生まれ変わるのだ。世のためだろうが何だろうが、それで誰かを泣かせてりゃ世話ねえぜ。てめえを倒す理由はこれで十分だ。もう引き返す気はないのですね。くどいな。悪いがこれで失礼する。何分忙しいものでね。ザコが相手なの。あ、逃げる。逃がさん。みんな止め。お、戦える。装備を一番強いのに、やっぱ二番星が一番強いのか。二番星エステルは変えないとな。
れだ。30万。生まれ変わる。呪文するな。そんなの了承した覚えはないわ。剣で私に挑むとは愚か。腐っても騎士団長を務めるだけの穴。己の運命を拒むというのですか。愚か。運命はもう選びました。いけ、そういう連が。もはや誰も私に及ばぬ。道を踏み外しましたね。これで全部蹴りつけられた。オッケー。魔性に打ち勝つ力。自分が勝負。オッケー、8万削った。あ、死んだ。やばい。まだ、半分までいった。ダメだった。ライフボトル。ナス。
あとごまん。めっちゃ回復しとるやんけ。8万まで増えちゃった。やばい。耐えれんかった。無駄だ。ゲンジが演技ソリューレッカーキのジレンダーノクソクリグレッパゲンジスケンジキュッキュッ死の騎士より呼び戻せレイズゲットヒスキュッキュッキュッまあでもまだ生まんのか。追い込みかけるか。やばい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 。ウィーク、ウィーク。どうしよっけ。やばい、狙われてんな、狙われてんな、狙われてんな。あ、見たか、よかった。やばい。これ怪物っていうのかもしれない。使い方言ってるけど死ないっす。やばい。ただこれでエステルやられる感じです。やばい。逃げろっつうの。よし。ライフライフライフエステル。ちゃう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 。ライフ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 。強すぎる。もうミッション関係なく行こう。ラスイチだ。やばいやばいやばいって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 離れろって。やばい、終わったかもしれない。
来てる来てる来てる。逃げろ逃げろって。自分が離れろってもうダメだ死んだ。やばいやばいやばい。すごい総操縦。光の弾、不滅の悪魔圧倒。ブレードの操縦。使わない。そのまま。その機械せないんだ。耐えるしかない。すごい総操縦。すごい総操縦。すごい総操縦。やばい、もう回復もない。しゃあない。君を追い込む。これちょっと無理だな、失敗したな完全に。もうダメ元でとりあえず。あ、もうダメだ。そして死んだ。もう無理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 。てかレベル低かったのかな。よし、状態は完璧な状態で持ってきました。料理もちゃんと物理攻撃チューアップつけました。なあ大将、お前までがそんなことを言うと。会話飛ばしていきます。よし。おいおい。そうよ。くそ。世界は生まれ変わる。邪魔をするな。そんなの了承した覚えはないわ。剣で私に挑むとは愚か。腐っても騎士団長を務めるだけのことはあんな。よし。己の運命を拒むというのですか。けけ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 け。あなたと戦います。揃いで揃って次元の引く。もはや誰も私に及ばぬ。道を踏み外しました。これで全部蹴りをつける。ブルーリンガ団、
物と知るがいい。ジェンダーショー。ネモン組。マジか。また HP を見え。死ぬ我慢削った。逆に流れた。エステル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 。10万まで増えてった。めっちゃ回復しやがるな。
やば。だくそ。11万までダッチやろった。やばい。あれエステルだっけ？オッケー。やってくれたの。やってくれるカロッケ。よし。回復に入るな、これは。違った。回復、回復、回復。7万。ミックスじゃない、リミッツ、リミッツ、リミッツ。ピヨった。4、5万。レモン。レモンじゃない、リミッツ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 。クソ、向こうに。クソ、ヒオギ。もうヒオギは突破したからやらなくていいんだよ、リミッツ。死んだ、死んだ、死んだ。血液を吸ってくれてる。オッケー。もう倒した。ん？この辺で倒した。倒したー。ここが砂漠でしょ。ごめんじゃ済まされないわね。シークレットミッショントロフィーゲット。いけた。ダメかと思った。もっと上行けるだろ。当然の結果。きつかった。さすがに強えな、アレクセイ。もうここでラスボスでいいよ。終わりだ、アレクセイ。ここはザウデの頂上。あれはコア。なんて大きい。まだ何かやろうとしてんの。まだ解析してたの。ザウデの魅力、共に見届けようではないか。やめろ。バカめ。エフレン。
早くとどめよとどめよ。やはりその件最後の最後でアダになったか。だが見るがいい。何あれ、どういうこと？そんなにエアールを使ったのかよ。違う、最悪はずっといたの。すぐそこに。何言ってんだこいつは。どういうこと。星神は打ち砕かれてなどいなかったんだ。ただ封じられていた、遠ざけられていたに過ぎなかった。そう、それが今帰ってきた。古代にも破滅を引っ提げて、よりにもよってこの私の手でか。これは傑作だ。なんだこいつ。今までザウデが封じてたっていうの。危ない。我らは最悪の前で踊る虫けらに過ぎなく。なんなのこいつ。絶対的な死を食い、誰も逃れられない。何がしたかったこいつマジで。いい加減黙っときな。もっとも愚かな道具、それが私と。確かに滅ぼしたとは言ってなかったが、6年目に3人残して引きやがった。フレンコ。え、嘘だろこいつ。トロフィーゲット。これで第2部終了みたいな感じなのかな。